どこまでも挑戦し続ける男。上沢直行は2023年まで日本ハムのエースとして活躍。2023年のシーズンオフにはかねてからの念願であったポスティングシステムを活用したメジャー挑戦を表明します。上沢はレイズに移籍となりましたが、シーズン開幕前にオプトアウト権を行使、レッドソックスに移籍してメジャーデビューを果たしたものの、その後は目立った活躍とはなりませんでした。メジャーで苦戦している上沢の去就はどうなるのでしょうか。茨のメジャー挑戦。上沢は2023年シーズンオフの11月28日にポスティングシステムを利用して MLB に挑戦。2024年1月11日にレイズとマイナー契約を締結しました。契約内容は契約金が約363万円、年俸が約3260万円です。メジャー契約に切り替わった場合は年俸が約3億6300万円となる契約となりました。格安の契約ではあったものの、レイズからは期待されており、2月から始まるスプリングトレーニングには招待選手として参加することになります。上沢はレイズとの契約を選んだ理由について、投手育成の成功と豊かな歴史にとても惹かれたと言及。実際に上沢は複数球団からのメジャー契約のオファーを断ったと報じられています。しかし、メジャー契約をかけて臨んだオープン戦では4試合に登板し、0勝1敗、防御率 13.03 と結果を残せませんでした。そのため、開幕でのメジャー入りを逃しましたが、上沢は 3A への合流を拒否。オプトアウトを行使して、他球団との契約を模索することになりました。結果的に3月27日にレッドソックスに金銭トレードで移籍し、翌28日にはロースター入りを果たします。しかし、開幕ロースターに入れず 3A でシーズンを迎えました。3A では3試合に先発し、2勝1敗、防御率 4.80 を記録。そして4月28日にメジャー昇格を果たします。メジャー初登板となった5月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦では2回を無安打無失点。翌日のミネソタツインズ戦は2回2安打1失点と2試合投げて防御率 2.25 を記録していましたが、5月8日に故障者リストから復帰するニック・ペデッタと入れ替わりでマイナーへ降格となりました。その後 3A で13試合に登板し、3勝3敗、防御率 6.54。7月2日の登板を最後に出場機会を与えられず、トレイ・ウィンゲンターのメジャー昇格に伴って9日にロースターから外されました。40人のロースターから外れることは事実上の戦力外です。レッドソックスの監督を務めるアレックス・コーラは上沢の戦力外について、ロースターの入れ替えは私の管轄外だが、その決断はシーズンが進むにつれてタフになっていくもの。彼が 3A でリリーフとして取り組んでいたことは聞いていたが、我々は厳しい決断を迫られた、とコメント。一体上沢の去就はどうなるのでしょうか。上沢を欲する球団。レッドソックスを事実上戦力外となった上沢の争奪戦がメジャーに加えて日本球界でも始まりました。事実上の戦力外になった後は原則ウェーバーにかけられ、トレードや FA などの道を探ることになります。メジャーリーグを取材するスポーツライターは、メジャー30球団の中でも投手力が弱いとされるレッドソックスでも5月2日のジャイアンツ戦を含めて2試合に登板しただけ。その後、傘下の 3A ウースターレッドソックスでプレーし、中継ぎとしてマウンドに立っていました。ここでも6試合連続失点と力を発揮できていません、と分析。続けて、結局マイナーでは通算13試合に登板して3勝3敗、防御率 6.54 ですからね。本人はアメリカでのプレー続行を望んでいるようですが、獲得するチームはないでしょう、と厳しい見立てをしています。現時点では上沢の 3A 残留が決まりましたが、アメリカでのプレーを続行するのは難しい状況です。一方、日本球界では早くも上沢は大人気。とあるスポーツ紙の記者によると、すでに水面下では古巣の日本ハムが獲得に向けて大乗り気と聞いています、とコメント。さらに、最近チームに一時期の勢いがなくなったこともあり、新庄剛志監督が上沢の復帰を熱望しています。
それに加え、ポスティングでわずか100万円ほどの金額しか得られなかったことで、フロントからは許可するんじゃなかったという声が出ていると明かしています。続けて、仮に開幕からシーズン終了までメジャー登録されれば、日本ハムには約7500万円が転がり込む計算だったのに当てが外れた。それなら帰ってこいという話ですとコメント。しかし、すんなりと日本ハム復帰とはならない事情があるようです。とあるスポーツ紙の記者は続けて、パ・リーグではクライマックスシリーズへの出場権がかかる楽天は積極的に噂は獲得レースに参加するでしょうね。混戦状態のセ・リーグでも投手陣が豊富な阪神以外は欲しいはずです。先発で起用すれば2桁勝利を計算できる投手ですからねと状況を分析。上沢が当初契約したレイズとは契約金約363万円でしたが、うまくいけば最大で年俸約5億円を手にできる仕組みになっていました。それだけに日本球界復帰となればそれなりの金額は必要になるでしょう。したがって上沢獲得には潤沢な資金力が必要との見立てもあるようです。近年では2021年に山口俊がジャイアンツ傘下の 3A からシーズン途中に帰国し、巨人で日本球界に復帰しました。巨人といえば12球団有数の潤沢な資金力を誇っています。では上沢の移籍をめぐって本命の球団はどこなのでしょうか。お金を払うから取らないで。移籍先の本命として考えられるのはやはり上沢にとって古巣の日本ハムでしょう。その理由の一つ目は、上沢自身が金銭以上にプレーする環境を第一に考えていることです。上沢はポスティングシステムを利用して移籍チームが決まった際にはレイズの球団組織に入ることに興奮しています。 MLB でのキャリアをスタートする機会をもらい感謝しています。レイズでプレーすることを決めたのは、球団が投手育成に関してこれまでの素晴らしい成績を収めてきたことに魅力を感じたからですと話しています。実際に噂を獲得したレイズの他にもオリオールズ、エンゼルスなど複数球団が興味を示していました。2つ目は、噂は自身の中にある日本ハムへの愛です。噂は渡米前、日本ハムのチームメイトへの挨拶の場で、ファイターズで成長させてもらい、ファンの声援のおかげでアメリカに挑戦できているので感謝している。頭の片隅で僕のことを思ってもらえたら頑張る原動力になるので、これからもたまに応援してもらえたら嬉しいと話しています。3つ目は、日本ハムを指揮する新庄との関係性です。新庄は2024年1月9日、ポスティングシステムでのメジャー移籍へ交渉期限が間近に迫っている上沢に対して自身のインスタグラムで、2ヶ月前はお前の夢なんだから行けよって言ってたけど、行くな、残れになってきた。もう取らないで。あれだけのイニングを投げてくれるし、若手のお手本にもなる。複雑やな、この3日間。もう来年行きなさいよという考えになってきてる。と残留を熱望。もちろん新庄も上沢の夢を後押ししたい気持ちはある様子です。一方で監督として上沢に残ってほしいという気持ちも正直なところで、上沢君を取るチームの GM にお金を払うから取らないでって頼もうかなともどかしい胸中を冗談交じりに明かしていました。さらに上沢がレイズとマイナー契約を結んだ際に、新庄は自身のインスタグラムで上沢とのツーショットを2枚紹介。笑顔で談笑する写真を投稿し、アメリカ野球楽しんでこい、本当にお茶目なやつですとコメントをしています。新庄はインスタグラムの他の投稿でも、マイナー契約ならあれほど行くなって言ってたのに、どこまでも挑戦し続けるこの男は本当にかっこいいと綴りました。新庄自身も現役時代にはマイナー契約を経験、茨の道を進むことを選んだ上沢の挑戦に感服した様子を見せています。さらに、彼がマイナーから這い上がってメジャーで投げる日は簡単ではないと思うが、その日が来た時の感動は計り知れないとコメント。皆さん、上沢直之をどうか見守ってあげてください。彼ならやってくれますとファンへも熱い応援を呼びかけていました。上沢も新庄に感謝していることでしょう。最後は日本ハムのチーム状況です。上沢が戦力外になった直後の2024年7月12日時点で、日本ハムはパ・リーグ4位、
指揮官の新庄は成績次第では2024年が監督最終年になりかねません。実際に新庄の監督3年目をいい形にできるように日本ハムはシーズン前に戦力補強に注力してきました。その効果もあり A クラスを十分に狙える位置につけています。上沢の 3A への残留が決まりましたが、今後どこの球団でプレーするのか注目したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。